DS PDS ヘアスペードの曲、皆さん佐藤は大好きでしょうか。僕は大好きです。こんなに体力勝ってきました。わはー、もうなんか僕の動画佐藤当分ばっかでどうにかでやっちゃいそうけど、僕頭いいんで当分めっちゃ接種じゃダメなんですよって感じで、今日はね画面の中にむちゃピーを映っちゃって佐藤はたくさんいるってね、塩釜焼きを作ってみましょう、イエーイ。でね、これ塩釜焼きの塩じゃないんですけど、砂糖バージョンでやってきたんですよね。で、塩釜焼きっていうのはね、魚の上に塩たっぷりでつけてね、固めて焼くっていうね、料理なんですけど、それをね、砂糖バージョンでね、やってみたいなと思って、こちらね、中に入れてやっていくんですよ。はい、落ち着こう。で、昔水飴とリンゴで、ね、一緒に炊いてやったことあるんですけど、ちょっとね、失敗したんで、今回はね、砂糖であればね、成功すること間違いないと思ってね、あのね、アップルパイができるんじゃないかと思ってね、砂糖入れたら。水飴だとちょっと水分量が多いじゃないですか。あの、リンゴにも水分あるんで、水分でね、プキュッてなっちゃうんで、こちら水分ないんで、水分とは何もないのやつで、プキュッ、ピコッ、ピーってなるんでね、成功すること間違いないですよ。だから砂糖がね、水分を吸収して、リンゴに甘みだけが残る感じのね、スーパーアポがね、できること間違いないですね。ではやっていきましょう。入れましょう。はっ。すごい。こんな感じだな。おっ、なんか綺麗だな。こう包み込むような感じで包みしたみたいな。よし。これで固めます。砂糖釜焼きのリンゴがでできること間違いないですね。もう重い重い重い。おお。お願いします。成功してください。だ。トゥイ。では1時間経ちました。オープンザスイートカマー。バー完成中。なあ、ちょっと待って、あったかい、あ、あったかあったかった、あ、めっちゃあったかい、めっちゃあったかい、めっちゃあったかい。あ、でも中でリンゴがめっちゃムシムシにできてる可能性もあるんで、ちょっとひっくり返してみますか。砂糖はそんなに熱くないんですけど、釜がね超熱いです。やけどぐらいね熱いですね。はっ、よし、うわ、塩釜っぽくなってんじゃないですか、これ。おお、触ってわかるんですけど、ここがちょっとなんか悪くなってるだけで、そんな変わってないです。うわー、これもう一回炊くしかないな。ちょっともう一回炊きます。軽く水をやることによって、しっかり固まるかもしれない。ではリベンジいきます。あー、くそー。はい、では2度目の炊き上がりです。テイク出てください、お願いします。だ、おお、あー、これちょっと微妙やな。ちょっともうちょっと水入れるか。もうやだ、もうなんだよ。リンゴ水だったらいいよね。お願いします。では3回目の炊き上がりです。見てみましょう。オープン。うわー、すごいことになってる。うわー、でももうちょっと炊くか。もうちょっと炊きたいな。はい。何度目の炊き上がりかわかんないですよ、もう。ポップさん。俺はどうしたらいいんだ。これね、どうなったら正解なのかもわかんないわ。オープンザ、砂糖。うほー、もうこれ成功でいいですよね。熱っ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 、熱い熱い、これ成功だ成功。はい、って感じで見た目はね、ちょっとした毒リンゴっぽくはなってるんですけど、果たして中がね、甘くなってるでしょうか。開けてみましょう。お、え、すんなり入る、すんなり入る。おお、こんな感じです。哀れな野郎だね。いただきたんて。え、甘くなってる。なんでポップさん言っちゃうの。これ砂糖で甘くなってんだろバカ野郎って思ってるじゃないですか。違うんですよ、これリンゴの甘みがね凝縮されてます、こちら。うん、多分水分が抜けたんじゃね、これ。本当になんかアップルパイに乗ってるリンゴなんですよ。まあ、確かに周りには砂糖ついてるから甘くなってるのかな。はい、って感じで砂糖釜焼きをするとリンゴはちょっと甘くなるって感じですかね。なんか前の動画もリンゴで、今回もリンゴで、もう砂糖とかリンゴとかもう水飴とかもばっかで申し訳ないんですけど、もうあとちょっとでね
別荘も完成するんで、ちょっと、まあ、変わった動画ね、いっぱい撮れると思うんですけど、まあ、好きなことで生きていくと、こうなるんですよ。はい、ということでね、次、塩でやったらね、どうなるのかね、楽しみですね。はい、ということでね、この動画良かったと思った方はね、グッドボタンお願いします。ってことで、See you! PDS 株式会社。